話があります。でこれ品川から地下をずっと走ってくるんですね。私が言いましたように相模川の前で、上にいてます。で相模川を越しているという形だそうです。で、まあ、ちなみにですね、じゃあ相模原、相模原まで大体どのぐらいよと、品川を出てからね10分かかんないそうです。10分かかる。でじゃあ料金はどうなんだと、乗車券ですね、まあ、特急料金ですから今の新幹線とあんまり変わらないそうです。そこのぐらいの費用でできるということですので非常に実用性は高いのかなというふうに思います。で、まあ、でじゃあ 駅、まあ、駅の問題ですね。まあ、実はですね去年かな一昨年かな、県議会の中で本村健太郎という相模原選出の、まあ、議員がですね松沢知事に質問しましたところ本会議で質問したところですね、まあ、橋本だと